どうも、かっこいい。エリートかい。あんたネクタイの巻き方も知らんのかい。皆さん、こんにちは。ニワトリチャンネルのレイサーニと。ワトリです。はい、ということでですね、今回とうとう手に入りました。ででーん、ポケットモンスターポケカーですね。エリートトレーナーズボックス、こちらね、海外のやつになりますね。25周年セレブレーションエリートトレーナーボックスですね。はい、もうこれをね、まあ、偶然手に入ることができたので、入れることができたので、こちらをね、開けていこうかなと思っております。はい、あ、もう開けちゃう、もう開けちゃう、開けながら喋ろうかな。あ、なるほどね。こうリザードンだったね、初期の。そうね、3桁2人だとか、あと月光がこれ確定でついてくるらしいですね。そうね、とかね。で、まあ、ピカチュウとか、新規収録のピカチュウとか入ってたりとか、はいはい、ビーリーがね、全部映ってるんですよね。そうね、日本の収録決定してるやつ ね。で、こっちミユの UR であったりとか、大きな博士の SR とか、ね、ここに御三家の初期カードのリメイクがございます ね。はい、あとまあ初期のね、ロケット団参上とか入ってたりとか、はい、あとはなんといってもデルタ種で、そうね、なんといってもブラッキースターでございます。私はもうこれしか欲しくないよね。私これね、コイキングの色違い、これ欲しい。あとも誕生日ピカチュウとかもあったりして、ね、これも狙っていきたいね。うんうん、っていうのでね、開けていきましょう。はい、で一応ね、こういった感じでゼクロムとかもかっこいいの入ってました。はい、じゃあいきます。どんどんいきましょう。どん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 。でね、これあのブースターパック、専用のブースターパック以外にもね、あ、そうね、いい感じ。まずこれが、このパックが、このエリートトレーナーズボックス限定のパックでございます。これがね、10パックぐらい確か入ってたはず。これがこんだけね、と普通のここに4パックあれで合計10パックかな、と普通のパックも何パックか入っている、はい、黒馬とかかな、これも、うん、がいろいろ入ってますと。すごい、こういう仕切りみたいなのもちょっとついてて、この2週5周年の仕切りで可愛いねんな、これもね。可愛い、これめちゃくちゃいいな、しっかりしてて。あとこれがエネルギーのはず、確か。あ、全部？うん、全部。すごい。で、ダメ感マーカー、これちゃんとしたプラスチックのやつだね。ね、初めて手に入るから嬉しいわ。で、ダメ感ダイスと普通のダイスかな、これも嬉しいね。ダメ感ダイス持ってなかったからね。そう、しかもこのサイズはいいね、ちっちゃくて。で、25周年のスリーブと。かわいい。かわいい。あれ、でこがどこ？こんな感じなのかな。開けていきましょうか、これ。開けちゃう？開けちゃう、開けちゃう。その前に月光が折れへんね。はい。この中に。いない。月光ががいない。これ確定じゃないの？いや、確定、確定。あれ？全部エネルギー。あれ？月光がいない。まあ一旦開けていきましょうか。そうですね。一旦中身が大事なので開けていきましょう。普通のパックの方から。そうですね。開けていきましょうか。お願いします。これお願い。そんなことあるのね。ね。もうね。エラーボックスやね。ある意味レアですよ。うん。ある意味動画として残せてよかったね。あ、こっちか。映ってないよ。いくよ、せーの。まあでも本番はね、こっちじゃないですから、こっちでいい引きをしてしまうとね。なんか入れとこか。うん。じゃあこっちですね。こっちが1パック4枚入りのやつが10パック入ってそうで、はい。だから封入率は1ボックスあたり何枚出るかとか完全にわからんみたいで、うんうん。結構ばらついてるみたいやから、もしかしたらブラッキースター、やっぱ一番はブラッキースターやね。ブラッキースターが個人的にはやっぱ一番欲しいね。もう何枚やってもいい。じゃあ開けていってください。あ、いいんですか？はい。いきなりブラッキーいたらどうしちゃうよ、本当にもう。コイキングでもいいで、コイキングでも。コイキングはダメよ。ブラッキーよ。どんな感じなのね。いくよ。せーの。こっちも裏返るな。いきます。はい。おお、ルギアですね。はいはいはい、これ日本でもね、収録され、まあ全部そうか、うん、日本でも収録されるからね、かっこいいね。で、あとはおお、ルギアとゴールがセットで、あとはうわー、ゼクロム、ゼクロム、めっちゃ綺麗、いきなりめっちゃ綺麗、すごい、めっちゃ綺麗、いいね、これめっちゃ嬉しいな。このゼクロもすごい欲しかったからさ。確かにね。ジャレシラも欲しいとかやけど。うん、うわ、ピカチュウ！こんな一気に出んの？ええー、めっちゃいいよ。すごっ！ 4 枚入りやから、それで終わりちゃう？
4枚なんや、うん、お前終わっちゃった。すごくないこれ。1パック目からなんかかなりセクロムとピカチュウが当たりましたと。素晴らしい。2パック目いきますね。おい、並べていきたいけどな、多分量多くなるな。はい、あーレシラム、おーかっこいい、この色そのままかっこいい。あ、かぶったね。おサーナイト EX! デルタ州。でもめっちゃ出てるな、レッカー。光り込んでるな。おいピカチュウ。ピカチュウ。これ光ってるホイールや。あれ確定なんかな、ホイール。確定なのかな、こういう光は。もしかしたらな、そうかもな。めちゃくちゃ出るやん。でめっちゃ楽しいな、この。めちゃめちゃ楽しい。てか、ルギアとかも光ってんねんな。ね。ね。全部光っとんねやな。ね。素敵や。お、ゼクロムが出ました。いいですね、これですよ、揃ったね、レシラムと一緒で。はい、あ、ルギア、めっちゃ出るな。めっちゃルギア、マイパック出るな。で、おお。あ、じゃああかんかったんか、これ。あ、波乗り。波乗りの方が出ましたね。まあ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 。はいはいはい、じゃあ、4パック目。うんうん。この辺でね、出しときたいね、ブラッキー。キラキラしたやつが確実に見るとは限らんのか。みたいだね。ね。あ、カイオガヤ。おお、これめっちゃかっこいいよな。うん、あ、ホタルシラム。かぶるね、結構。ね。あー、あかんな。おおきた博士の SR。 あ、これめっちゃ嬉しいわ。嬉しいな、博士の研究やわ。これしか手に入れへんから。そうね、日本でも出んねやろうな多分。あ、嬉しいね。嬉しい。あ、もう折り返しかな。いやね、5パック目いきましょう。せーの、よいしょ。またレシラム。まあその辺はかぶんねやろ ね。あ、デュアルが、デュアルが、これ嬉しいね。ティーニーのやつとか出てきてほしいな。おお、偽大きど、これ嬉しい。嬉しいね。あ、しかも大きな博士と博士セットですね。さっきのエサルと合わせて博士が揃いましたね。いや、偽大きど嬉しいわ。おお、すごい。博士の研究は相手に使えるっていうやつでね。そう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 。まあ使われへんねんけど、シアレじゃね。ね、昔のやつで。めっちゃね、今欲しいわ。お願い、ブラッキーのスターを引いてください。あ、あかんか。おお、ミュウ。これね、これの UR があるんですよね。昔はジラーチみたいな動きするような感じ、ね、そうそうそう。はい、じゃあ残り4パックですね、うん、見ていきたいと思います。怖いなー、お願い、カンブラッキーが欲しい。はい、ほうですね。3パック目やね。そうね、3枚目か、3枚目やね。次か、せーの。出たね。こんなやったら結構がいらんわ。いや、いるけどね。いるけどね。いや、出たね。ブラッキーのスターが出ました。日本やったら300万円ぐらいするんだよね。そうなんですよ。で、海外でもな、これ結構高くて1万円ぐらい取引されてるカードだから。うん、あ、こっちでも。あ、そう、これ、これ自体がまあまあ高いはず、ね、なんかいい意味で多分今はだいぶ安いけど、言うて1万円ぐらい取引されてた。やばったねー、やばったねー。やばくない、やばくない、いやー。次行きましょうか。嬉しい、嬉しい、嬉しい。もう1個、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 もう1個欲しいわ。もう1個ブラッキー引こう。私はスリム入れていくね。はーい。やばー、めっちゃ嬉しい。あ、水やったからな。お、リーレイのやつ初じゃない。いいね、リーウェイ。初、リーウェイ。リーウェイって言った。リーリエでございます。やば、ブラッキー当たったんやけど。あと2パックか。あと2パックです。もう、もういいや。よかったね。ねえ、でも御三家とか欲しいね、できればね。確かにね。うん、いくよ。よいしょ、ハルキアですね。はいはい。見ていきましょう。ほうかな、次かな。次やな。お、お、ゼクロも。おー、じゃあこれは入ってなかったっぽいかな。お、リエリエの方。これは嬉しいね。まだ出せなかったかな。ラスト1パックでございます。ラスト1パックでございます。御三家どれか欲しいね、やっぱり。よいしょ、じゃあ行きますね。はい、アルキアですね。あ、次は、おお、波乗りピカチュウの VMAX。 あ、波乗りじゃ空飛ぶピカチュウ。おー、綺麗な光り方してるで。な、え、これは嬉しいね。嬉しいね。うんうん、じゃあまとめてみましょう。はいよ。はい、じゃあまとめてみました。はい、いやー、満足の引きでございましたね。いやー、ブラッキースター引けたのでかすぎる。もう本当に行きましたね、ブラッキースター。マジで行きました。
もうマジでさ、月光花が入ってなかった分は割と取り返してる。ね、ちょっとまあこの後ね、問い合わせてみようとは思うんですけど、はい。ちょっとね、いかんせん海外の販売のやつなんでね、うん、どうなってるかっていうところよね。どうしたらいいやろうね。ね。ちょっと調べてみましょう、そのあたりも。いや、でも結構良かったね。大木田博士とかね、SR アタったりとか、うんうん、あと、シャーナイトのデルタ種とか、はい、ゼクロムのね、ゼクロムとか、そうですね。ゴットできたんで。かなり良かったんじゃないですか、ね、あと初期のピカチュウとかも嬉しい、ね、あ、これとかもね、履いてて良かったね、本当に、うん、はい、え、すごくない、まあまあ引きよくないね、大満足のね、ラッキー履いてる時点でよ、開封でしたね、ね、本当に、はい、というわけで本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよければチャンネル登録と高評価、そしてツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。まったねー、よかったねー。